ありがとうございます。チャットもちょっと見えるかなと思いますので、よかったら皆さん、チャットに書き込みなんかしていただくと、また嬉しかったりもします。さて、まあ、ユニクロさんね、すごいセール中じゃないですか。でも、金曜日だと、アップデートされるのでね、もう昨日も速報みたいな感じで、マメさんのシアタンクトップが190円とかで出てましたからね、私買っちゃったんですが、もう一枚買っちゃおうかななんて思いますよね、190円だったら。結構重宝してるのでね。ということで、今日から8月24日まで、レディースのみの解説になりますが、期間限定商品見ていきたいと思います。あ、泉さん、おはようございます。嬉しいです。キティちゃん。はい、すごく嬉しいです。あ、こうやるんですね。こうやってチャットとね、お話ししながらいけるんですね。はい、よろしくお願いします。アラカンスタイリストです。では、こちらから見ていきましょう。ハイネックのゴム袖。ハイネックのゴム袖。いろいろなスタイリングに使えるモックネック。モックネックっていうのがね、この襟のことを言いますね。微妙に立ち上がりがある襟ですね。程よい厚みがあって、心地よくフィットするコットン、紺素材。まあ、コットンと混合の素材ですね。こちらが990円です。色が6色展開。いろんなタイプに使えそうですね。半袖、モックネックティー。お首周り。ね、私も年齢ちょっと高めなんですが、年齢高いとこの首周りって日焼けしてしまったりするんですよね。日焼けしてしまったのが老化の原因になったりもするので、このモックネックっていう襟は私的には好きな襟です。ただし、私は結構扁平な体なので、こういう襟がいいんですが、お胸が大きかったりされる方はね、胸の空きは広い方がお似合いかとは思います。色を見ていきましょう。00のホワイト。真っ白ですね。ブルベッサンのホワイト。真っ白なホワイトです。そして08のダークグレー。グレーはね、今季秋冬のトレンド。あ、ハイネックゴム袖買うんですか、泉ちゃん。すごい。なんか、嬉しいですね、なんか。はい。まあ私はユニクロさんの回し物でも何でもないんですが、もう買われること決まってるんですね。ダークグレーです。ね。秋冬のトレンドカラー。もう少し白っぽいのがトレンドカラーなんですけどね。そして09のブラック。定番カラーです。12番のピンク。37番のブラウン。大人っぽいね。ちょっと落ち着きのあるブラウンです。そして55番のグリーン。そうですね。私が買うなら、まあ09のブラック本当にすごくシンプルなんですが、これいろんなものに合わせやすいカラーですよね。で、シンプルなので、まあ下のボトムスを派手な感じにしてもいいですしね。シンプルラインだからこそ990円っていうのは嬉しい価格帯かなと思います。で、これモックネックティーなので、少しね、この首周りが見えるじゃないですか。ここに、プチスカーフなんか合わせて、ちょっとだけ見せたりするのも可愛いですね。で、あと、ロングネックレスとかもいいかなと思います。いや、こうやって見ていただけるのって本当嬉しいんだなって今、実感しています。04ピンタックプルオーバーブラウスですね。とろみのある滑らかな肌触り、肩、胸周りはすっきりしたフィット感へアップデートされています。1990円。色は4色展開。このピンタックっていうのも、まあ、いろんなユニクロさんの、コラボ商品にもありますよね。イネスとかもピンタックね、出てますので。あ、泉さん、グレーは苦手なので、その他は全色買いなんですか？すごい。すごいですね。全色買い。まあ、990円で全色買ってもねっていう。ああ、すごい大人買いですね。あ、ひろみさんおはようございます。見ていただいてありがとうございます。今日はね、ユニクロさんのサイトから期間限定商品、今日からアップデートっていうのを見ています。ピンタックブラウスですね。4色展開。
レーヨン素材なのでね、とろみ感があって柔らかい感じですね。ピンタックが入っているので優しい感じもします。そしてボタンがついているので、これはぴったり上まで留めてもいいし、ボタン開きでも着られるかなと思います。このピンタックって、まあ、正直すごい手間がかかる作業なので、ね、コスト高いかなと思いますが、さすがユニクロさん、1990円。で、これはどんな体型の方にお似合いになるかっていうと、これボタン上までしっかり留めるタイプだと、割と薄い体型の方にもいいですね。で、お胸が大きい方はこのボタンをね、2つぐらい開けてもいいかなと思います。ただし、お胸が大きいとここにピンタックが入っているので、まあ、なるべくね、装飾がない方がいいですね。私みたいに扁平な体型の方には、このピンタックはベストアイテムかと思います。そして、お袖のところにも、こんな風にね、しっかり、タックが入っているので、お袖もね、ふんわりしているかなと思います。同じ色のちゃんと開閉ボタンがついていますね。開ボタンがついています。これが4色展開で、00のホワイト。これもね、真っ白なホワイトですね。そして09ブラック。12番のピンク。ちょっとスモーキーなピンクなので、くすんでいるので、まあね、年齢が上がるとこのくすみカラーっていうのが微妙なんですよ。ね、私の知ってる、もしひろみちゃんだったら、ひろみちゃんのような、綺麗なね、くすみのない肌の方だったらいいかなと思います。そして、優しいブルーですね。これもちょっとね、スモーキー、くすみがかかっています。こちらが1990円。そして、この辺ですね。ドライスエットトラックパンツ。これ丈長めですが、標準丈もあると思います。クリーンの着こなしにも合う、上質な風合い、すっきり決まるピンタック入りのストレートシルエット。ピンタックが入ってるんですね。色が4色展開。ただしこれは、丈長めの方は気をつけてください。オンライン特別ということなのでね。丈長めの方はオンライン特別商品となっています。1990円。これもね、まあ、お洗濯ができそうな、お家でね、手洗いとか、まあ、ドライクリーニングができそうなカジュアル系なパンツですね。でもカジュアル系でもしっかりピンタックが入っていて、このフロントにね、ラインも入っているので、おしゃれな感じでも着れますね。で、伸縮性があって、まあ、このお色とか何にでも合いそうな、楽そうなパンツですね。すごい楽ちんな感じがします。で、これね、セットアップになりそうですね、上とね。で、ユニクロさんね、このね、セットアップであったとしても、期間限定で微妙に変えてきたりするんですよ。一緒に出したりしないのでね、ここら辺は、気をつけていきたいところですね。で、リサイクル素材、ね、サスティナブル。まあ、このリサイクルにもユニクロさんすごく力を入れていますね。優しい感じ。これだったら秋口まで履けそうですね。こちらが色が01のオフホワイト。これはね、オフホワイトっていう色なので、イエローベースさん向きの、まあ、真っ白ではない優しいホワイトですね。これ、うちのワンコが今ワンワン吠えてるのも聞こえちゃってるんでしょうかね。仕方ないです。09のブラックです。定番カラー。そしてね、このブラウンがね、先ほども動画に出てきましたが、優しい感じのブラウンです。そしてダークグリーンですね。深みのあるグリーンです。1990円。お安いですね。で、今日からなので、全サイズまだ残っています。はい、こちらですね。こちらが丈長めでしたが、こちらは標準丈。今の標準丈ですね。なので、これはオンラインではなくて、店頭にもあります。同じ素材のドライスウェット、ナローマキシスカート。こちらも丈短めがありますが、丈、標準丈と長めがあるかなと思います。この素材が同じっていうことですね。で、ナローっていうのは、体のラインに沿ったナローライン。
あんまり膨らみ感もなく、ストーンとしたシルエットでもなく、体に沿ったナローなラインということです。こちらはでも3色展開、1色で、ダークグリーンがないっていう色の展開ですね。こちらが01のオフホワイト。09のブラック。そして34番のブラウンですね。で、丈、まあ、今季ね、スカート丈って、マキシ丈といって、丈長めじゃないですか。丈長めが流行っています。で、ウエスト位置をね、しっかり見せてあげた方が、この丈長めのスカートもスタイリッシュな感じには見えますね。後ろスリットがしっかり入っているので、歩きやすいかなと思います。柔らかいラインね。はい、体に沿ってます。で、ウエストは、こう、紐タイプになってね、調節ができるタイプになっています。で、後ろスリットっていうことですね。これもリサイクル素材です。で、こちらの、標準丈がありますね。今、丈短めでした。ドライ EX UV カットフルジップパーカー。これはね、まあ、男女兼用のフルジップのパーカーになります。ちょっと飛ばさせていただきますね。で、こちらが 3D メッシュクルーネックセーターですね。特殊な立体編みで体に馴染む。縫い目がないのでメッシュ編みが綺麗。この 3D っていうね、縫い目がない。もう全部ね、一緒に編み上げてしまうっていう手法ですね。島清輝さん、ね、島清輝さんとユニクロさんの、コラボ商品に、まあコラボっていうか島清輝さんで縫っているっていう、編んであるっていう形だと思います。これね、ちょうど私今、クローゼットカウンセリングをさせていただいていて、これね、この商品、ピックアップした商品です。これがね、1990円に落ちているっていうのは嬉しいですね。で、編み目が粗いじゃないですか。この編み目が粗いので、今季のシアー素材っていうのにね、ニットでシアー、透け感があるっていうので、まあトレンドなのかなと思います。こんな風にね、透け感があるので、涼しげな印象、抜け感っていうのがね、できるかなと思います。ただし、透けているので、インナーには、気をつけたいですね。はい、これが5色展開になっています。01のオフホワイト。で、さらに、あ、すごい、泉さん、メッシュセーターもグレー以外買うんですね。すごいな、大人買いだな。はい、どんなところに着ていかれるんですかね。ちょっと気になっちゃったりします。01のオフホワイト。グレーがね、苦手っていうことですね。こちら、ライトグレー。02のライトグレー。ちょっとベージュ寄りのグレーかなっていう気はします。そして、09のブラック。コントラストしっかりするときにはいいですね。35番のブラウン。ね、なんか綺麗なブラウンですね。チョコレート色みたいな感じです。そして52番のグリーン。カーキ寄りのグリーンですね。まあ、配色をね、ついついそうすると、ボトムの配色を考えますよね。で、この辺のグリーンとかブラウンは秋、秋までね、着られるお色だなと思います。まあ、白黒もそうなんですけどね、秋カラーって感じがしますよね。はい。1990円。お買い得。大人買いの泉さん。はい。あ、どれか一色ってことですね。あ、はい、はい。あ、え、ひろみちゃん？ひろみちゃんもメッシュセーター購入予定なんですね。どれか一色。そうですね。ひろみちゃんには何色がいいかな。下に合わせるお色にもよりますよね。うん。まあ、肌の発色が綺麗なので、どんな色もいいかな。泉さん、メッシュセーター、定価で購入しましたが、値下げして悔しいので、またってことですね。これ、まあ、悔しさわかりますよ。定価で購入したら悔しいですよね。でも、定価で購入して良かったから、やっぱりね、リピート買いってことですよね。あ、こういうご意見は嬉しいですね。
定価で購入して良くなかったらリピート買いしませんもんね。はい。そして、レギュラーフィットチノ、チノパンツですね。これも男女兼用です。これもね、いろんなサイズが出てるってことですね。チノパンちょっとカジュアル系飛ばさせていただきます。スマートアンクルパンツ行きましょう。で、今ね、これ、セールで買うっていうのは、やっぱり秋口まで着たいじゃないですか。ね。秋口まで着たいので、その辺もね、考慮したいかなと思います。あ、ひろみちゃん、グリーンが気になります。綺麗なグリーンでしたよね。はい、グリーンいいと思いますよ。あ、イズミンさん、良かったですって書いてくださってます。こういうご意見ありがたいですね。もう実際購入した方が良かったですっていうね、ご意見嬉しいです。スマートアンクルパンツ、テーパード、丈長め。これね、丈短めも標準丈もあります。縦にも横にも伸びるので動きやすい。ウエストゴムに見えない仕様で楽なのにすっきり履ける。色はね、ベーシックカラーですね。ベーシックカラーの6色展開になっています。さあ、どんなパンツでしょうか。まあね、テーパードなので、ほんとごくごくシンプルなデザインですね。割といろんなタイプの方に合うかなと思います。ただしね、やっぱりこのヒップがすごく大きいっていう方は、タックがね、入っている方がいいかなという気はします。で、ベルトループもついていますね。ベルトループついていて、やっぱり真ん中にしっかりラインが入っているので、きれいめパンツとして履けるかなと思います。はい。定番なタイプですね。で、ジッパーとボタン。そして、ベルトループ付きっていうことです。色が、00のホワイト。ね。これ、黒いベルトでね、しっかり、こう、コントラストつけてますよね。で、今季、秋冬トレンド、ベルトっていうのもね、トレンドなので、しっかりこう、ベルトで仕上げてあげると、トレンド感もあるかなと思います。06のグレー。定番カラーですね。09のブラック。31番のベージュ。これね、さっきのセットアップですね。さっきご紹介したブラースとセットアップで両方期間限定商品ってことですね。まあ、そうですね。こうやってブラースを上から被せるとお腹周りは正直気にならないですね。私ね、この38番のダークブラウンが綺麗だなと思います。そして、秋まで着られるカラーだなというふうに思いました。そして、69番のネイビーですね。まあ、ネイビーも定番です。はい。2990円。そして、これもリサイクル素材が使われています。そして高め、丈長めはね、オンライン特別商品なので、これもお気をつけてください。こちらですね。こちらが、標準丈が。丈長めは、71センチ、股下。そして標準丈は64から66センチ。そして、標準丈のこちら、お色がね、このお色だけ、ちょっとグレーの濃いお色だけ別に書いてありますね。そして、標準丈の、これもね、このお色だけ別枠になっていますが、解説はね、変わらないかなと思います。いっぱい出てますね、この丈別にね、出ています。そして、こちら。キャミソールワンピース。これもね、丈短めと標準丈がありますね。V ネックとアイラインシルエットで美しく着こなせる。1枚でもレイヤリングでも着回しができる。このワンピースですね。まあ、1枚で着てもいいし、下にね、いろんな組み合わせをしてもいいという形になってます。で、アイラインっていうのね、このライン、デザインのラインのことなんですが、うちで言う、アイ体型の方、割とね、凹凸のないストンとした体型の方には、このワンピースはお似合いになります。1枚で着るとね、こんな感じですね。後ろのストラップが細いですね。ただ、背中の開き具合が結構大きいですね。はい。で、これはね、
お胸が大きい方にも合うかなとは思います。逆に、お胸がね、割と、まあ私みたいに、華奢な方、ね、ない方っていうとちょっと寂しいじゃないですか。まあね、それはそれなりなんですが、レイヤードスタイルで着るのがおすすめかなと思います。はい。こちらが、横ジッパーになっていてね、着やすい感じですね。07のグレー、09のブラック、そして34番のブラウンということになっています。そして、キャミソールワンピースの標準丈ですね。あとは、下着類になりますね。今日からお買い得っていうので、下着類になるので、そうですね。本当、イズミンさんが書いてくださった感じで、今日おすすめなのは、こちらのハイネックティー、5分袖990円。これですね。そして、こちらですね。この2つが私も気になります。で、見ていただいてコメントをくださったイズミンさんもヒロミちゃんもこれを買おうかななんて言っていらっしゃるので、ヒロミちゃんのちょっとこのグリーンっていうのもう一回見ていきましょうか。うん。このグリーン綺麗だと思います。そして秋口にも着れそうです。で、下に合わせるものでね、もっと秋口仕様にもなったりするかと思いますので、これいいかなと思いました。はい。本当にね、見ていただいてありがとうございます。メッセージいただくの本当嬉しいです。はい。着るを楽しみ、選ぶ力をつけて自己表現する、賢く買ってファッションを楽しもうを提案しているアラカンスタイリストです。セールだからこそいっぱいね、買っちゃおうっていう泉さん。これね、賢い買い方だと思いました。ご自分が正規料金で買って良かったなって思ったから、これ買っちゃおうっていうのはね、すっごい賢い買い方です。メッセージいただいてありがとうございました。ね、また、これね、火曜日と金曜日、ユニクロさんの公式サイトがアップデートされるので、それで、YouTube のね、ライブ配信していこうかななんて今後は思っています。まあ、ただね、仕事をしているので、その日程にもよるとは思いますが、来ていただいて本当に嬉しかったです。それでは素敵な週末をお過ごしください。ありがとうございました。ひろみちゃん、いずみんさん、ありがとうございました。嬉しかったです。